では5分前となりましたので、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。どうでしょうか。まず、Zoom で参加している方にご案内です。発表の前に Zoom の操作の練習をしたいと思います。で、今回、質疑応答は Zoom の挙手機能を使いたいと思います。Zoom の画面の下の参加者アイコンから参加者アイコンを押してもらって、手のひらのマークを押してもらって挙手ができます。試しに挙手をしてみましょう。何か挙手いただいていいですか？もうこれ何回もやってるので皆さん 慣れてるもんかと思いますけれど、ありがとうございます。手を挙げていただいてありがとうございます。はい、フォローしていただいて結構です。大丈夫です。はい、じゃあ操作に慣れるためなんですけれど、今回のトークで扱う、そうですね、この OpenMP について知ってる方いらっしゃいましたら手を挙げていただいていいですか？ OpenMP、 1人いらっしゃいますね。なるほど、なるほど。3人、2人。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こんな形で使っていただいても問題ないので、よろしくお願いします。はい。トーク中は、Zoom のチャットに質問とか感想とかを書いていただいても問題ないので、随時、しばしと感想など書き込んでいただいて結構です。はい。また YouTube を見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグは PyConJP アンダースコア2です。PyConJP アンダースコア2です。感想や気づきなどハッシュタグをつけてぜひツイートをお願いいたします。はい。それではこれから吉村さんの発表を始めたいと思います。タイトルは Python、括弧 Cython とオープン MP で高速並列処理です。発表時間は質疑を含んで15分です。発表の前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。吉村さん、ビデオをオンにして読み上げをお願いいたします。私の名前は吉村健一です。発表のタイトルは Python、Cython & OpenMP で高速並列処理です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。 PyConJP のコード規範に同意します。はい、ありがとうございました。では吉村さん、画面共有をお願いします。資料の画面の共有の方をお願いいたします。はい、大丈夫そうですね。はい。それでは吉村さんを拍手でお迎えください。パチ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 。吉村さん、発表のほどお願いいたします。本日はよろしくお願いします。発表者の吉村です。仕事では主にオープン系開発をしています。好きなお酒は日本酒です。出張とか旅行に行った時は大抵手酒を買います。まず、当セッションの内容についてご説明いたします。 Python は遅いという言葉をよく耳にします。実際、実行時にオーバーヘッドがかかり遅くなってしまうことがあります。しかし、 Python には豊富なライブラリやオープンソース、簡潔な構文などの魅力があり、パフォーマンスと利便性のトレードオフに悩まされます。それらを両立させる方法の一つとして、今回、Cython と OpenMP を提案いたします。当セッションは Google コラボを使って行います。文章だけではなく、コードと実行結果も見ていただきたいと思ったためです。試しに Cython コーディングをしたいといった場合も、Google コラボが便利なので試してみてください。それではまず、Cython についての説明から開始いたします。Cython を一言で表すならば、Python 用の静的コンパイラーです。Python はインタープリーター言語なので、実行時にオーバーヘッドがかかって遅くなります。Cython を使うと、あらかじめコンパイルしておくことができるので、オーバーヘッドを減らすことができます。Cython は独自の構文を使いますが、Python コードと混ぜて書くことができます。最初のうちは Python でコードを組んで、後からパフォーマンスを上げたい箇所を Cython に置き換えていくというやり方が効率的かもしれません。慣れてきたら Python と Cython を併用しながらコードを組んだり、再利用できる資源を作ったりもできると思います。インストールは PIP で行います。Google コラボでは、シェルコマンドを実行するために、プレフィックスとしてエクスクラメーションを入れています。あと、マジックコマンドでエクステンションをロードすることで、Cython を使ったコンパイルができるようになります。
Google コラボで Cython のコードを書くとこのようになります。まず Cython のマジックコマンドを指定します。これはセルごとに書く必要があります。書かないとエラーが発生してしまいます。次に C インポートというキーワードで Cython をインポートしています。上の関数が Cython の構文で書いたものです。ここでは cpdef キーワードを使い、戻り値と引数の型を明示的に指定しています。Node.gil とある部分については後で詳しく説明しますが、関数内のコードを Node.gil セクションで実行するように指定しています。下の関数は Cython と Python の構文を混ぜたものです。cdef コロンで型付き変数を定義して、with Node.gil のブロックの中で cpdef の関数をコールしています。このように2つの構文を交差させることができます。コンパイル後は別のセルからコールできます。概要については先ほど大体説明したので GIL について説明いたします。GIL とはインタープリータのハイタロックの仕組みです。脱線してしまうので詳しくは説明できませんが、Python オブジェクトを使う際には使用を強制されます。シングルスレッドでしか動かないので、マルチスレッドでオーバーヘッドが生じます。シングルスレッドで実行した場合も GIL を使わない場合と比べて遅いです。Python オブジェクトを扱うには GIL が必要となってしまうので、Python では GIL を使用しない Node.gil のオブジェクトを定義していくことになります。cdef でNode.gil オブジェクトを定義できます。cdef で定義したメンバーは Node.gil セクションの中でしかアクセスできません。cpdef で gil でも Node.gil でも使用できるオブジェクトを定義します。しかし、Node.gil のコードは cpdef、gil のコードは def で定義しておいた方が役割が明確になりますし、あまり使用の機会はないかもしれません。gil と Node.gil の両キーワードでセクションを切り替えることができます。withと一緒に使うことでブロックが作れて、関数のコロンの前に置くことで、関数の中身をどちらかのセクションにできます。こちらが一通りのキーワードを使用しているコードです。マジックコマンドで A オプションを指定することで、注釈を出力できます。注釈はこのように出力されます。黄色い行は Python オブジェクトに依存する部分です。依存性が高いほど色が濃くなります。白い行を増やしていくことでパフォーマンスの向上を期待できます。プラス記号をクリックすることで C に変換されたコードを見ることができます。次に OpenMP について説明いたします。OpenMP を使用することでループを並列的に実行することができます。Cython ではコンパイルオプションを指定することで使用できるようになります。ループ部分で prange というオブジェクトを使います。ループブロックに並列化したい処理を書いていくのですが、ここでも先ほど説明した GIL が重要となります。GIL のコードは並列化の恩恵を受けることができないので、基本的に Node.gil のコードを書くことになります。ただ、どうしても GIL のコードを使いたい場合は混ぜて書くこともできます。コードはこのようになります。Cython Magic コマンドに、コンパイルオプションとして fopenmp を指定しております。ここで prange をインポートしています。ループで使う変数を型付きで定義します。ループカウンターとする変数も型付きで定義しておいた方がいいです。配列はこのように定義できます。メモリービューと呼ばれています。prange オブジェクトを構文に指定します。第一引数にループカウントを指定します。他にオプションをいろいろと指定できるのですが、この Node.gil オプションは、必須とも言えるもので、スルーヌすることで、コーブロック内を Node.gil セクションとすることができます。GIL のコードを使用したい場合は、このように GIL ブロックを作ります。実行結果はこちらです。順番が一定ではないので、並列的に実行されていることがわかります。一つの配列を複数のスレッドで操作していますが、結果に狂いは生じていません。こちらは
速度を比較するために書いたコードです。GIL セクションで PRange を使うか使わないか、Node.js セクションで PRange を使うか使わないかの切り分けをしています。PRange はループごとにスレッドを立てるので、1ループあたりの計算量が多いと並列化のメリットを実感しやすいです。ここでは1ループ前に1万回のループが実行されます。GIL と Node.js で実行時間を比べると、Node.js が大幅に高速であることがわかります。このコードで約30倍です。PRange に GIL セクションを含めると、オーバーヘッドが生じ、かえって遅くなってしまうことがあるようです。Node.js セクションの上で構成した場合は、PRange で並列化した方が高速に計算できています。このコードでは約2倍です。スパコンなどのミニコアプロセッサーを積んだマシンで実行すると、並列化の恩恵がさらに大きくなります。PRange を使ったコーディングをしていると、初めのうちはエラーに悩ませると思います。その中から代表的なものをピックアップします。一つ目は Can only be used without the GIL という例外です。PRange を GIL セクションで動作させようとしたときに出るものです。このコードでは Node.js オプションを指定しないことで再現しています。With Node.js ブロックの中で PRange を使うことで回避することができるのですが、先ほどのように Node.js オプションをスルーにした方がシンプルです。二つ目は Not allowed without GIL という例外です。Node.js セクション内で GIL オブジェクトを使用したときに出るエラーです。ここでは GIL セクションの中でリザルト変数を定義して、Node.js セクションの中で変数を行って再現しています。GIL セクションブロックを作ることで回避できます。3つ目は Can not read reduction variable in loop body という例外で、リダクション変数をループ内で読み込もうとしたときに発生するエラーです。ここではリザルト変数がリダクション変数で、プリント関数で読み込みを行うことによって再現しています。リダクション変数とは、並列ループ内のすべての反復で共通して参照する変数です。インテジャーやダブルなどの配列ではない変数を並列ループ内で編集する場合、リダクション変数となります。リダクション変数は書き込み専用なので、ループ内で読み取りが必要になる場合は、リダクション変数を使わないか、ループ構造を変えるなどの対応が必要になります。リダクション変数について補足です。読み取りを行わなければ、リダクション変数を使ってもエラーは発生しません。このように、第二演算子を用いて、右辺にリダクション変数を指定しなければ、読み取りとして扱われません。実行結果はこちらです。複数のスレッドから計算を行っても、値が狂うことはありませんし、並列処理によってパフォーマンスを上げることができます。最後に、スーパーコンピューターについて少し説明いたします。並列プログラミングの効果をより多く実感できるのはマルチコアのハイスペックマシンです。それを自分で用意するには相応のコストがかかりますし、敷居が高く感じるかもしれません。将来的に何らかの手段でハイスペックマシンを用意するにしても、事前にパフォーマンスを検証したいといったニーズもあると思います。そこでスーパーコンピューターを試しに使ってみるという方法を提案いたします。このトライアルする方法はいくつかあるのですが、中でも無料講習会は一番気があるかもしれません。講習が終わった後も、しばらくの間アカウントを利用できるものがあるので探してみてください。こちらにいくつかリンクを貼っています。スパコンの特徴について、基本的にリモート接続で利用することになると思います。OS はスパコンによって違いますが、CentOS や Red Hat など Linux 系が多いと思います。ランキングトップ500のスパコンが LinuxOS らしいです。なので、Vim やシェルスクリプトをよく使います。コマンドライン操作をすることが多いですが、X-Window システムなどを入れることができれば、グラフィック操作も可能です。認証には SSH を使うことが多いと思います。
Windows で SSH を接続をするためには WSL や SIGINT などを使います。スパコンの利用に際して気をつけておくべき事項があります。スパコンは基本的に共用利用します。他の人のファイルを勝手に消したり、共有領域に勝手にアプリケーションをインストールしたり、ログアウトするべきところでシャットダウンしてしまってしまうと問題になるので、ルールを事前に確認しておくことが重要です。以上でセッションを終了いたします。ご清聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。5分ほど余っておりますので、何か質問したい方おりましたら、Zoom の機能で挙手をお願いします。何か質問したい方いらっしゃいますでしょうか。そうですね、ちょっと手が上がってこなさそうなので、じゃあ私の方からちょっと質問してもよろしいでしょうか。あ、はい、はい、ちょっとどっかで PyPy とがあるじゃないですか。あちらの方もなんかこう処理が早くなるようなイメージがあるんですけれども、はい、Python と PyPy ってどういうふうに違うのかなっていうのがちょっとお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。あ、すみません、ちょっとそういった企画はしてないのでちょっと分からないですね。あ、そうなんですね。あ、はい、申し訳ないです。なるほど、了解です。はい、はい、あ、なるほど。Python を触り始めたきっかけとかって何かあったりするのでしょうか。ちょっとスパコンをいじる機会があって、はい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 、まあ講習会とかでも使ったんですけども、講習会で OpenMP を学んで、でその OpenMP を Python で気軽に使う方法はないかと調べたところ、その Python を使えば簡単に OpenMP を使えるっていうところで、あ、からそういうことなんですね、はい、入りましたね、はい、OpenMP 使うために Python を使ってってもろもろで、あ、そういうことだったんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、今みたいな形で何かしら質問かとかある方いらっしゃいましたら、挙手とか、まあ、チャット機能でチャットで書き込みしていただいても大丈夫そうです。大丈夫です。出なさそうなので、発表につきましては今回、終了ということでよろしくお願いします。それでは皆さん盛大な拍手をお願いします。